反乱軍を率いる劉備はついに迷いを捨て決心した。織田信長に真意を語らせるため覚悟と力を示すことを。織田信長は本拠の守りを固め反乱軍を待ち構えていた。人間同士の悲しき戦いに終止符を打てるか。織田軍との最終決戦の幕が今上がる。かつて信長に言われたことがある。これしきの力では自分に逆らうことも世を変えることもできぬ。そして彼の奥方や孫権殿は信長には覚悟があると言っていた。信念を貫き孤独な戦いを選んだのだと。私は正直迷っていた。皆で協力し合って共に危機を乗り越えたい。だがそのために信長と戦うのは正しいか。私が立ち上がったことで家族やかつての仲間同士が対することもあった。私は余計な争いを生んでいるだけかもしれない。しかしやはり結論は同じだ。信長の目指すものが見えぬ限りあのやり方に従うことはできぬ。真意を話すに値するか試したいというなら私も覚悟を決めて戦おう。そして信長に力を示そう。劉備殿、その決意この雪村もお支えします。私たちの腕輪が信長様に対抗する鍵ですもんね。恥ずかしいですが頑張ります。うん、二人とも頼みにしているぞ。信長に全てを語ってもらいたい。そのためならこの勝負受けて立つ。来るかは竜、ここは地獄。信長はあちらにいるようだ。だが中央を進めば北の敵勢に脇腹を突かれかねない。まずは北の城を落とし、その後信長のもとへ向かうとし。旅の戦いは力を振るう覚悟を信長に示すためのもの。この劉玄と共に戦うぞ。僕の相手ができる強い人はいるのかな。総大将はあんまり強そうには見えないけど。ねえ、僕と遊んでよ。少しは持ってくれるといいな。私は力を振るい戦い抜くと決めたのだ。ここでひるむわけにはいかん。劉備殿が危ない。お助けせねば。散る。ここを通すわけにはいかない。軍事件参る。ならば真田の槍で貫くまで。いざ。案外やるけどまだ足りないかな。この程度じゃ僕は壊せないよ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人が多いですから。腕輪の力を引き出せるのは雪村殿、直虎殿。彼がいなければ信長も取り合ってはくれない。二人とも慎重に進むのだ。計算で無茶をせぬようになる。お願い、誰にかかったな。
諸葛一族も間にかけて討滅してくれる。伏兵とは。だがこの程度か。私の覚悟はくじけぬ。諸葛一族の一人、諸葛光球だ。我が力を侮るなよ。腕輪の力は強力ですが、正直戸惑っています。何の鍛錬もなしに急に力がみなぎるのですから。私もただでさえ自分の体を持て余し気味なのに、それに格好もやだなのに。悪すぎたか。やるのう、褒めて取らすのじゃ。さあ来やがれ。お前なんだ、ひとひねりだ。お見事な戦ぶり。先日まみえた趙雲という強者のようだ。私はあの趙雲殿に似ているだと。それは光栄の至り。燃え尽きてはいない。いずれまた会おう。見事なご活躍です。この城は我らが包囲した。敗北を認め武器を収めてくれぬか。戦わずに負けを認めるなどできぬ相談。体は痩せても根性まで痩せ細ってはいない。ちょっと手伝ってくんない？はい、見てみるの。はい、共に勝利。門の先にはどんな敵が。幽霊と思えば顔色の悪い敵なのじゃ。私は出る。各白星と申す。手加減は無用だ。物の話聞くわけにはいかん。私が出る。
背後を狙わねぬよう、この城は押さえておかねば。銀兵にここの守りを任せる。信行殿、銀兵を頼む。お任せを。銀兵殿と共にここは死守いたします。早く、信長のもとへ急ぐのじゃ。私が出る。だがこの先にはそなたの父上もおられよう。親子で戦うことはない。ここに残るのだ。処置は優しいのじゃな。さあ、残るもので信長のもとへ参ろう。いかに苛烈に出迎えられよう、私に任せてや。絶対に引けん。大友に会いたくば、西股を越えていけ。さっきより盛り上がってきたみたいだね。僕も混ぜてよ。やって、大事な戦いの邪魔はさせん。しかしこの者、どこから現れたのだ。さすがです。あなたならばと思っておりました。救援感謝します。私が出る。だけど、あともう少しかな。道は開かれた。皆、私に続け。出番ね。翼にお願い。誰よりも私では。この奥に信長が。心してかかりましょう。信長様のもとへは行かせません。乱、参ります。そんなにあの人に会いたい？
私を満足させられたら通してあげてもいいわ。あら、お久しぶりね。地獄に踏み入る覚悟はできたのかしら。私には元の世界でやるべきことがある。この世界で戦い抜き、なすべきをなさねば。そのためにこの私を手にかける。その目気に入ったわ。信長、いざ勝負。あれ、あ、いません。信長様が消えちゃった。これはどういうことだ。測られたか。今リュービラを囲み焼き尽くせ。みんな、動じてはならん。我らは試されているのだ。何か手立てがあるはず。いや、いよいよ面白くなってきたね。今の必死な君たちなら楽しめそうだ。こんなところで余計な敵と戦わねばならん。余計はひどいな。僕と遊べばいいことがあるかもしれない。信長の居場所から火の手が。だが雪村たちは必ずやこの危機を脱して戻るはず。我らは劉備殿や雪村たちの退路を確保する。城に迫る敵を切り崩すぞ。はい、劉備殿、無事でいてください。おお、よくやってくれた。君なかなかやるじゃない。じゃあ一段階上げようかな。面白かった。俺にいいことを教えてあげるよ。あそこに信長が作った隠し通路がある。じゃあね。何？ここを抜ければ外へ出られるぞ。私の危機を察して来てくれたか。世話をかけるな。私が出る。リュービトロ、よくぞご無事だ。そなたたちの助けがなくば危うかった。よくやってくれたな。はい、未だ音を上げぬその意気込みやよし。腐れど、ここは鬼柴田が通さぬ。耐えられる。雪村、無事だったか。お前ならば切り抜けられると信じていたぞ。私も兄上の援護があると信じ突破しました。ここからは共に進みましょう。背を見せようとは。やめてみるな。全ては信長様のため。これが私、明智十兵衛光秀参ります。私が出る。わずかな間に随分強くなりましたね。やったのじゃ。父上に褒められたのじゃ。ならばこちらも手加減なしで参りましょう。お仕置きを。耐えられる。
負けだ。耐えられる。今の私では。おお、よくやってくれた。凄まじい気迫。ですが、信長様はランガをお守りします。だって私に地獄を見せてちょうだい。その覚悟、信長に見せよ。信長、承知した。皆、私に力を貸してほしい。全軍、信長のもとへ。逃がさんぞ。腕輪の力を借りたこの姿なら、対等に綿に会える。モノノフの意地、ここに示さん。信長様、私たち真剣なんです。分かってください。さすがです。これがあなたならばと思っておりました。この信長を乱世を超えてみせよ。耐えられる。よっ、教えてください。あなたの目的は一体？信長には我らの道を開くため戦ってもらっていた。まあ悪役を気取るにしてもちとやりすぎだと思うがな。あのお二人は？我らは戦界の住人。かつてお前たちと共にオロチと戦ったものだ。オロチ、破壊の意志と圧倒的な力を持つ魔王。かつてオロチは時空を歪め、お前たちの世界を融合した。己を終わらせる者を求めて戦界の者が見守る中、
お前たちは力を合わせオロチを滅ぼした。その後現れた幼女、そして絶対の破壊神をも倒し、皆元の世界へ戻ったのだ。ここで起きたことは全て忘れて。だが世界は再び融合した。オリュンポスの神ゼウスの手によって。ゼウスが作ったあの腕輪には二つの力が込められている。一つはオロチの力。これにより失われたかつての絆が徐々に結ばれ、オロチが作り出した世界が再現されていく。だが魔王がいない状態で無理につながれたこの世界はあまりにも不安定だ。我らのように強い力を持つ存在が強引に介入すればたちまち壊れてしまう。そこでもう一つ、神や仙人の力を徐々に浸透させることでより強い存在を受け入れられるようにしているのだ。お前たちや信長が腕輪を使って戦ったことで世界の融合、そして強い力を持つ者の介入が徐々に可能になった。だから私も今ここにいるのだ。戦界でもなぜか一つ力のこもっていない腕輪を発見してな。調べたところ先ほどのようなことが分かったのだ。そこで私たちはイザナギの力を込め、この世界に偶然最初に招かれたナタに腕輪を託した。たまたま近くにいた信長と戦ったら腕輪が反応したからびっくりしたよ。イザナギってああいう苛烈な人が好きなんだね。あの力ってよっぽどの時じゃないと発動しないからさ、信長には本気でみんなと戦ってって頼んだんだ。なるほど、だからわざと悪役を。それもあります。しかし大いなる敵との戦いに覚悟なき者は不要。だから確かめたの。この人に抗うだけの信念があるか、もしくは共に戦うだけの力があるかを。あなた方の覚悟は信長様も認めるところ。以後は共に戦わせてくださいませ。数々の無礼許してもらいたい。我らはこの世界に来て妖魔に襲われていたところを信長殿に救われたのだ。思い出しただけで咳込むほど恐ろしい体験でした。恩を返すためこちらについていたが、信長殿があなた方を認めたのなら私たちにも否いはない。どうかよろしく頼む。ところで腕輪はなぜ戦界に持ち込まれたのだ。何か心当たりは。それが分かれば苦労はない。先ほどの情報も我らが懸命に調べたのだからな。オロチの大釜も知らない間に盗まれてたしね。ま、気づいたら戻ってきてたけど。そうか、一体誰が。地獄の開幕ぞ。戦なき地平見るために。地獄が好きなの。ラン、修羅に入ります。鬼柴田が魂を見せん。諸葛光球、一族の誇りを胸に、いざ。各白星、死ぬ気で参ろう。燃え上がれ闘志よ、分事件、いざ参る。
分かった。すぐに肩をつけてやろう。僕が最強だって分からせてあげるよ。僕の力見せてあげるよ。